ルイ・ル・ロワール、ルイ・フェデリコ・ル・ロワール、ルイース・フェデリコ・リール・ウォー、1906年9月6日から1987年12月2日はアルゼンチンの生科学者、医師、王立協会外国人会員。彼が1970年に授与されたノーベル科学賞はアルゼンチン人としてもヒスパニック系としても初の例であった。ルイはフランス生まれだが彼自身が 当地に在住した期間は短く、ほとんどの教育は、ブエノスアイレス大学などアルゼンチンで受けた。彼が生涯運営し続けた私立の研究機関、カンポマール基金生化学研究所はいつも中古の設備と財政難に苦労していたが、炭水化物の新陳代謝、糖代謝を司るトウヌクレオチド、腎臓と高血圧症に関する研究は国際的に高い評価を受け、 また先天的な病気であるガラクトース血症の病理解析についても輝かしい業績を挙た。1906年中頃、ルイの両親は父フェデリコが罹患していた病の手術を受けるために、ブエノスアイレスを出発し、パリを訪れていた。しかし8月下旬、治療の開学父は亡くなり、そのわずか1週間後、母オルテンシア・アギーレル・ロワールは、 エトワール外線門にほど近いビクトル融合通り81番地の古い家でルイを出した。1908年に母子はアルゼンチンに戻り、その後ルイは8人の兄弟と共に、祖父母がスペインのバスク地方から移住した時に購入した広大な所有地で暮らした。なお、この辞書はエルトゥーという名がついた4万ヘクタールもの広さを持った場所で、その中には温泉地、 サンクレメンテデルトゥーや化石で知られるマーベアホがある。このような自然の題材に溢れた土地で少年期を過ごしたためか、ルイは自然現象を観察することに興味を覚えた。そして、自然科学と生物学とを関連づける書物を読み漁り、また学校でもその分野を特に勉強した。しかし、彼が受けた教育は小学校、エスキーラ・ゼネラル・サン・マートン、中学校、 これヒオラコーデールそして、イギリスのボーモント大学での数ヶ月だけでった。後に、パリの工科大学で建築を学ぶも成績は振るわず、すぐに退学してしまう始末だった。その一方で、妙なところで、創意工夫を生み出す男でもあった。ルイのエピソードに、彼発明のサルサゴルフと名付けられたソースの話がある。おそらく1920年代であろう。 マルデルプラタの海辺のクラブで友達グループと昼食を楽しんでいたとき、彼はケチャップとマヨネーズを混ぜ合わせた独特のソースを作り車エビ料理の味気をした。後年、ルイが研究費の年出に苦慮していた頃、あのソースの特許を出願しておけばよかったよ。そうすればこんなに困ることはなかったのにね、とジョークを飛ばしたと伝わっている。アルゼンチンに戻ったルイは公民権を得て、 ブエノスアイレス大学の薬学部に進み、博士号取得を目指した。4度もあった解剖学試験などに苦しみはしたが、1932年、彼は卒業にこぎつけて、付属病院に職を得、ラモスメヒア病院でインターンとして働き始めた。しかし、そこで同僚との衝突や治療方法の混乱などを目の当たりにし、ルイは病院をサリ研究に打ち込む決心をした。 彼はその真意について、私たちが患者のためにできることはほとんどなかった、抗生物質、抗生死医薬、その他の新しい治療薬について、その当時の立はあまりにも無知だったと述べている。1933年類は、後に彼の研究主題を副人と、糖代者の探求に導くことになる、ノーベル生理学。 医学賞1947年度受賞者のバーナード・ウッセイと出会った。これは、ウッセイがルイのいとこにあたる作家の義兄帝と友人関係にあったことがきっかけとなった。この義兄帝の紹介で二人は共同研究を始め、この良好な関係は1971年にウッセイが用猿で続いた。ウッセイ死去の前年、ノーベル賞受賞式スピーチでルイは、 自分のキャリアを振り返り、私が研究者として、ここにいるのはサル、猿お方の導きによるものです。それは、バーナード・アルバート・ウッセイ教授ですと語った。ウッセイとの共同研究を始めて、わずか2年後には、ルイは、非常に優れた、博士論文を執筆する研究者として、ブエノスアイレス大学薬学部から注目されていた。その一方で、ルイ自身は、物理学。 数学、科学、生物学などでの己の知識不足を自覚し、超高生として大学に通っていた。そして1936年、彼はより深い知識を得るために、イギリスに渡り、ケンブリッジ大学の生科学教授にして1929年に、成長を促進するビタミンの発見で、ノーベル生理学、医学賞を受賞していたフレデリック・ホープキンズ教授に、指示した。 ここでルイは生科学研究所に属し、酵素特にシアン化け物とピロリン酸塩が酸化水素酵素活性にもたらす影響を専門に研究を行った。この時から彼は糖代者の専門家としての道を歩み始めた。1937年ルイはブエノスアイレスへ戻り、1943年にはアメリアスベルブーレルと結婚した。 しかしこの時期のアルゼンチンは混乱と紛争の真っ只中にあった。彼の名誉薄生はドイツでナチ政権のファシストに抗議する署名にサインしていたため、数軸国寄りのペドロ・パブロ・ラミレス軍事政権によってブエノス・アイレス大学から追放された。1944年、ルイも避難する形でアメリカに移住し、セントルイス・ワシントン大学薬理学部のカールコリ、 ゲルティ・コリ等の研究室助手の職を得た。その後彼は、コロンビア大学医科大学院で、デビッド・グリーンの研究室助手を務めた。後に彼は、母国での研究所設立の動機づけをしてくれたのは、グリーンであると回想している。ただ、彼に、アメリカの外国人永住権が発行された時には、すでにルイはアルゼンチンに帰国し、研究所設立準備を進めていた。 アメリカから1945年に帰国したルイは、ビジネスマンのハイム・カンポマールの援助を得て1947年に、うっせイとともに、私立研究所、インスティトゥートでインビスティガチオニズバイオキーミカスド、LAA、ファンデーションコンピマール・カンポマール基金性科学研究所を設立し、所長に就任した。建物は、ホールを中心に5つの研究室、中には、広室や浴室、 キッチンを持っったた立派なものだったこの研究所は1949年頃には資金難に見舞われていたが、類を中心とし、肝臓内部での脂肪酸の酸化還元反応やイーストの統合性を科学的に説明する根拠を明らかにするなどの業績を挙げた。また、J.M. ムニオスと共同で科学研究で初めて得られた活性な無細胞系を作り出した。これは、 従来の細胞研究に携わる多くの科学者たちが生体から切り離すことが不可能と考えていた参加王であった。ルイとムニョスはこの成果を得る研究において細胞の内容物を分離するために必要な高価な遠心分離器を入手できず、塩と氷を詰め込んだタイヤを回転させて代用する工夫もしていい。解消した年に組まれたローエル・カプーとアンリコ・キャビブ・ラオール・トルッコ。 アレイ・ハーンドロー・パラディーニ、カーロス・カーディニー、ホーゼイ・ルイース・ライジグラをメンバーとするチームは、人気脳不全と、アンギオ・転身が高血圧症を引き起こすメカニズムを解明した。また研究所のローウェル・カピュートは、乳腺の研究を通じて炭水化物が貯蔵され、それがエネルギーの状態に変換され貯蔵される流れを発見した。1948年初頭、 ルイと彼のチームは、トウヌクレオオチドが、炭化水素代謝の基礎となることを発見し、生化学分野におけるカンポマール研究所の名を、世界中に知らしめ、彼自身もアルゼンチン科学学会賞を授与された。この前後、ルイたちは、糖タンパク質の研究に打ち込んでおり、その成果として、ガラクトースが、新陳代謝される、メカニズム、これは、ルロワール経路、LO パスウェイと命名されたの、 主な流れを明らかにし、ガラクトース血症が遺伝子疾患を原因とする乳糖不対象がもたらす疾患だと結論付けた。翌年、ブエノスアイレス大学自然科学部長のローランド・ガルシアの要請に応じ、ルイとカーロス・エウジェニオ・カーディニーとアンリコ・キャビブの3人は、学内に新設される生化学研究所の事実上の教授に就任た。この研究所は、アルゼンチンの 各大学が取り組む研究開発をサポートするだけではなく、アメリカ、日本、イギリス、フランス、スペインやラテン、アメリカ諸国などから優秀な研究者をマネクタに設立された。出資者であったカンポマールは1957年に亡くなったが支援を要請したアメリカ国立衛生研究所からあっけないほどに出資の承諾を受け研究を続けることができた。 さらに1958年にはアルゼンチン政府の援助を受け、研究所は元女子校だった敷地に移転した。ルイが設立し、多くの仲間と共に数々の業績を世に送り出した研究所、アルゼンチンの研究協議会やブエノスアイレス大学と密接に連携を取りながら、今も数々の卓越した研究成果を成し遂げ続けている。1970年12月2日、 ルイは、ラクトースの新陳代謝経路、ルロワール経路の発見など、糖ニクレオチドの発見と統制合成におけるその役割についての研究が評価され、ノーベル化学賞が授与された。これは、ノーベル賞全分野においても、アルゼンチン人としては三人目の快挙だった。ストックホルムで行われた受賞式のスピーチで彼は、ウィンストン・チャーチルの1940年庶民院での フレーを借用し、ネバーハブアイリシベド、ソーマッチフォー、ソーリトル、ちょっとの成果でこれだけのものをいただいたのは初めてですと、語った。あるいは、彼の業績が持つ意義について質問されたとき、これは、非常に大きなプロジェクトのほんの一歩です。私、いや、私たちチームは、細胞体社内のトウクレオチドについて、その機能を発見した。これを説明するのは簡単ではないが、 多くの人に理解してもらいたい。私たちが知ったことは、ほんのわずかなことで、なすべきことはたくさんあるのですと語った。ノーベル賞の賞金8万ドルは試験研究費に当てられ、つつましさと倹約がお約束になっていた長年の状態から思いがけない形で脱却できたルイと、カンポマール基金研究所の面々は、試験管やフラスコに注いだシャンパンで乾杯したと伝わっている。 ルイは、その謙虚さ、集中力や、粘り強さから、真の科学の修道士との異名を持っていた。毎朝、妻のアメリアは、愛車フィアット600を運転して、彼を、ジュリアン・アルバース通り1719番地の研究所までに、当のルイはいつもと同じ灰色の作業着姿で現れた。そして、いつもと同じ、藁製の椅子に腰掛けて、仕事に取り組み、 昼になると持ち込んだ肉のシチューを皆に進め、時間を節約するために研究所内で一緒に食べていた。その献身的なまでに一心不乱に研究に打ち込む姿から誤解されがちだが、ルイはとても社交的な性格で、一人で仕事をするなど考えもつかないと述べていた。研究の一線から身を引いてからも、ルイはブエノスアイレス大学自然科学部での教鞭を続け、 時間が許す限りアメリカの高素学研究所やケンブリッジ大学に通い学問を収める労を惜しまなかった。一方で彼は第三世界科学アカデミー設立にも積極的に携わった。ルイは1983年のアニュアルレビューオブバイケミストリに短い辞典、ロングラゴーアファーアウェイを寄稿しているウィリアム・ハドソンの小説からタイトルを取ったこの辞典では 自然が豊かで、風光明媚な田舎で過ごした少年時代のことが情景豊かに語られている。1987年12月2日、研究所から帰宅したルイは心臓発作に倒れ、帰らぬ人となった。彼は、ブエノスアイレスのられこれた墓地に埋葬された。友人であり、研究所の同僚でもあった、マリオバンジは政治的な紛争の家中にある、 発展途上国においても国際的なレベルの科学的研究は不可能ではないことを示したことが類の残した大きい遺産だと述べた。そして類の強い忍耐が大きな成果をもたらしたとも語った。この例として深刻な財政難の中でも研究を続けるために手製の装置やいろいろな工夫を凝らし、また本棚を雨漏りから守るために発水性、ボール紙で 間に合わせの排水土を作るなど、逆境にもめげない、類のエピソードが残されている。彼が情熱をかけて守った研究所は、その名を、ファンデーション・インスティック・トゥート・リール王に変え、2万千平方ヒート、約2千平方メートルの敷地に、彼の志を継いだ20人の主任研究員、十二人の技術者と事務担当者、八人の博士号取得者に二十人の、 PhD 候補者を抱える大研究所となった。そこでは、アルツハイマー型地方、パーキンソン症候群及び多発性硬化症などを含む様々な件が日夜行われている。協調。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。